7月11日、地方競馬の AI レース予想です。穴馬やその他の情報は本チャンネルの概要欄を参照してください。それではスタート。門列1レース。予想上位はピュアジャスミン。目標タイムは1分3.0秒です。荒れない確率の方がやや高いです。門列2レース。予想上位はサイレンスホープ。目標タイムは1分16.3秒です。荒れる傾向が強いです。門列3レース。予想上位はクラフトキング。目標タイムは1分3.3秒です。硬いレースになりそうです。門列4レース。予想上位はゴーゴーイーグルス。目標タイムは1分45.3秒です。荒れにくいレースになりそうです。門列5レース。予想上位はアナザーファミリア。目標タイムは1分 17.2 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。門列6レース。予想上位はワンダーウーマン。目標タイムは1分 2.6 秒です。荒れにくいレースになりそうです。門列7レース。予想上位はファストワン。目標タイムは1分 2.1 秒です。荒れる要素はほぼなさそうです。門列8レース。予想上位はスマイル K。目標タイムは1分 15.5 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。門列9レース。予想上位はゴールデンアイル。目標タイムは1分 2.9 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。門列10レース。予想上位は黒子王。目標タイムは1分 17.3 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。門列11レース。予想上位は通貨アペックス。目標タイムは1分 14.6 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。門列12レース。予想上位はストリーム。目標タイムは1分 13.8 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。O1 レース。予想上位はミランカ。目標タイムは1分 45.4 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。O2 レース。予想上位は B ストロング。目標タイムは1分 30.2 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。OE3 レース。予想上位はエイシンモシリ。目標タイムは1分 15.3 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。OE4 レース。予想上位はグランスミス。目標タイムは1分 17.3 秒です。荒れにくいレースになりそうです。OE5 レース。予想上位はユーユースキー。目標タイムは1分 47.3 秒です。荒れにくいレースになりそうです。OE6 レース。予想上位はクナーテン。目標タイムは1分 17.4 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。OE7 レース。予想上位はラストバリオン。目標タイムは1分 1.0 秒です。荒れにくいレースになりそうです。OE8 レース。予想上位はチュイション。目標タイムは1分 44.0 秒です。荒れる傾向が強いです。OE9 レース。予想上位はスターシューター。目標タイムは1分 13.7 秒です。荒れにくいレースになりそうです。OE10 レース。予想上位はマルカンダニ。目標タイムは1分 28.7 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。OE11 レース。予想上位はチャンピオン富士。目標タイムは1分 43.2 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。OE12 レース。予想上位はアリアパミーナ。目標タイムは1分 15.0 秒です。荒れる傾向が強いです。
名古屋1レース、予想上位はマロンドレー。目標タイムは0分 47.2 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。名古屋2レース、予想上位はビービーデシジョン。目標タイムは0分 56.3 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。名古屋3レース、予想上位はデスティノ。目標タイムは0分 56.3 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。名古屋4レース、予想上位はアイルーシア。目標タイムは0分 55.6 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。名古屋5レース、予想上位はメモラーブル。目標タイムは0分 55.4 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。名古屋6レース、予想上位はウォーカーカップ。目標タイムは1分 2.0 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。名古屋7レース、予想上位はミユキアテスウェイ。目標タイムは0分 56.4 秒です。荒れる傾向が強いです。名古屋8レース、予想上位はマンダレー。目標タイムは0分 57.1 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。名古屋9レース、予想上位はオッチョランゴ。目標タイムは0分 55.7 秒です。荒れる傾向が強いです。名古屋10レース、予想上位はアイストロス。目標タイムは1分 20.2 秒です。荒れる傾向が強いです。名古屋11レース、予想上位はイントーザファイヤー。目標タイムは0分 54.7 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。名古屋12レース、予想上位はメイマックス。目標タイムは0分 53.7 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。園田1レース、予想上位は名勝テオス。目標タイムは1分 34.6 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。園田2レース、予想上位はクリノターハイ。目標タイムは1分 34.2 秒です。荒れる傾向が強いです。園田3レース、予想上位は爽やかさわちゃん。目標タイムは1分 33.4 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。園田4レース、予想上位はララベルダム。目標タイムは1分 32.9 秒です。荒れる傾向が強いです。園田5レース、予想上位はセクシーキャット。目標タイムは1分 33.4 秒です。荒れにくいレースになりそうです。園田6レース、予想上位はノエマ。目標タイムは1分 54.5 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。園田7レース、予想上位はリーデレー。目標タイムは1分 32.6 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。園田8レース、予想上位は除血。目標タイムは1分 32.0 秒です。荒れる傾向が強いです。園田9レース、予想上位はザングイル。目標タイムは1分 31.5 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。園田10レース、予想上位はシエルブルー。目標タイムは1分 20.5 秒です。荒れる傾向が強いです。園田11レース、予想上位は福野ユリディズ。目標タイムは1分 30.1 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。園田12レース、予想上位はプチエ。目標タイムは1分 31.3 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。ここからは出走馬の中で、馬娘に実装された馬たちの子孫や、ゆかりのある子を紹介していきます。予想とは一切関係ありません。
トレビアン・グリール、レッド・エンジェル、ゴールド・バインダワ、リコーダータワ、12ヶ月、カスト1、アバランチ・デルン、ルート・シャイン、ワイルド・ラブ、DS ・フランク、ノブ、オソレ、リコー・シャーマン、ミランカ、レジーナ・ティアラ、竹の月光、ランク・シー・アステル、ヤマショー・カリズマ、マドモアゼル・レンヌ、サンド・バンブー、グラン・スミス、ゴルデューク、オミソーレ、竹の王冠、レイズ・ユア・リミット、コスモ・銀河、コスモ・オーブ、ハビティテイ、フジコちゃん、ノー・ブルコースト、エルツ、ライン・ストリーム、宣言トップ、ヤクモ、イアンノ・カステップ、バレンシア・スノー、ティーズ・アイランド、スピード・スター、サンド・エンプレス、ボルドー・アドゥール、ハルモニア、メイデンズ・プレア、レイン・シプリーム、デュエット・カラー、デスティノ、ウルスラ、オレオール・シチー、コパのモンテ・カルロ、エルーシア、ロフティースマイル、ハイグッドミネルバ、サンマイル、ウォーカーカップ、ミンサム、アナザーゴースト、グランフェス、オーブラボー、ラスジャン、ハイグッドエース、ローザキアーロ、グレイトフルデイズ、タマモエイトビート、G マックス、エナジーロマネスク、スパーキングブルー、サンライズアトム、ウィーンレベランス、ナビゲーター、クリノターハイ、キャンベル、ラインオンザトップ、ナットグレースワン、タッチーフェイス、さわやかさわちゃん、スプリットキャスト、ウィーンルシファー、インノータイム、ジュンヨー、ワグナーコーブ、脇のフラッシュ、アカリリッキー、ボニンブルー、除血、アンミノレモン、スプランディット、グランレイハート、スネークアイズ、クリノカイザー、スピリトーゾ、テーオーステラ、グチチエ、アルザード、やる気元気勇気、北野彦星、スプリングレター、トーケンシュン、エミネンスローズ、リトルアーサー、クリーロ、サントグラール、ランエイクイーン、ロードバロンドール、ブラックゴエ、ジャストリアン、レモンフラッシュ、ゴールデンヨシノ、マリンスカイ、グラビティモデル、クラウンシューター、キラカイドウ、タエセイエルフィン、チアリング、ブラウンキングズ、カリグルヌス、フェアリーピコ、ダイヤの復活、ミステリー、サンヨーマイム、スパイキーボウ、ジェネレート、クイーンザヒーローを、エーメル、リードブローを、ブルーリバーサル、フレッチャネーラ、エルコンドリア、名称テオス、西のぶち抜け、ヒシアラカン、三年 A 組、MO ドリーム、ユーワン姫、アングラー、ダックワーズ、フレディアーノ、マルカ・フェリス、フレイム・フォース、ハルヒコ、サンライズ・プライド、ルルネージュ、シエル・ブルー、カー・アキタ・マックス、ジューン・ステータス、アカノ・ストロング、ミナック・シアター、名称・カジキ、マチェドニア、サイレンス・ホープ、競泳・ボンバー、パニャニャン、ゼファー・ラーテル、ファンタジスタ、ドリームラッシュ、当選ウィンザー、サブリナワルツ、サントロペ、シゲル月見酒、タンバッフェ、ヤマタケメジャー、イアンソリッド、ボナフォルトゥーナ、西野架橋、ペイシャグレイス、シュルーズデリー、バンガレット、男行き、ディープオーキッド、ゴーゴーイーグルス、ファイネストタイム、ヘルデンジーグ、フルメタルレディ、K
キュリエール、カリビアンスマイル、セユンガオリー、ヒデノスケ、ニシケンキング、ロードアルフィーネ、アクティブテーラー、トワキ、テンケイ、ライトベール、コンバットココ、トラジロー、ゼネラルチーター、レイグレース、ビーストロング、メリーゴーラウンド、ライトイットアップ、マルチキータ、フリーダム、ラストバリオン、コクトブルース、コステロアスール、ゴッドインパルス、テーオードリアン、スターシューター、エスプリアカボシ、グロリアスセプター、チャンピオンフジ、テンポルバート、アリアパミーナ、カバス、オゼイユ、シャイナライ、スターグローリー、イーストベンティ、キクイチモンジ、トリプルアイ、スターロード、ダイユーファルクス、メモラーグル、イズミアマゾネス、ピースワンベリテ、ユーメイドマイデイ、ケラムール、ピエナグリックス、イスキリング、チハヤ、コーリングローリー、メイマックス、グランキューブ、スマートアリオン、メイレーブ、ヒーユリユ、マーストファクト、クリスバーグ、エイシンフォーラン、ココリカレドニアン、キャンアイシング、時のケリー、帝王レーズン、角のゆとり、クールグリエ、角さんアンバル、エルマニート、モデルちゃん、モーショー、マイネルサーパス、ゴールドマイヤー、ポスキアーボ、クロゴー、かつて、ウィーシャルマン、アップイージス、ローゼオ、オイデメセ、ブルーテネーシャス、北のベルモント、ファザーズアイズ、アメツチカミ、湘南サーガ、キエティスム、ストリーム、カレーうどん、ディフイライ、サンタマルティナ、ノースボブキャット、カンタベリーホープ、オッチョラゴ、帝王パーソナル、メイプルケンジ、ピンカ、チトーレン、ココ姫、ゴールドクルーズ、ミユキアテスウェイ、レオフューチャー、サクラガーディアン、サマードリーム、ビルブラックヒル、ピコイチ、大進撃、ナイトウォーリア、マルカンダニ、サグのチャンス、ハデスブレイン、ビリーブホース、マーチャンフェイス、ゼファーバローズ、ジンジャーパン、クリスマスイブ、ブナシメジ、ナムラグリジット、アーキトラオム、イブシニン、エコロジェネラス、ハクサンブレーブ、タイクーンバゴ、ビーチボーイ、エルアルコン、プレシャスストーン、プチフレッシュ、ダズリングアイス、ビーデレ、エルイエロー、グレイトショーマン、バイアメ、デュアルロンド、サイレントニャー、クイーンマートル、ゼネラルブラコー、ナムラアダム、スエヒロイナズマ、レイチェルペガサス、知性、アポロダーウィン。門別第一レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。先頭を走るは3番リアンソリッド。並ぶように4番マチェドニア、1番フルブーストか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番リアンソリッド。その後には2番ブラックモアと4番マチェドニアが続きます。5番サクラガーディアンが先頭に立つか、先頭か。5番サクラガーディアンがゴールイン。続くは9番、3番、2番か。門別第2レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。まずは1番スレイクナーが先頭に立ちます。その後ろには2番キングスクラウン、9番ピークカラーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番スレイクナー、その後には9番ピークカラーと4番サイレンスホープが続きます。11番北の彦星が追い上げてくる、追い抜くか。11番北の彦星がゴールイン。続くは5番、1番、12番か。
門別第3レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。2番ダンストンアーラが前に行きます。後を追うのは7番シュルーズベリー、8番クラフトキングか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番クラフトキング、その後には2番ダンストンアーラと7番シュルーズベリーが続きます。8番クラフトキングそのまま独走か、逃げ切れるか。8番クラフトキングがゴールイン。続くは2番、5番、7番か。門別第4レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。先頭を走るは1番グローリアスキング。1番グローリアスキングの背後には8番ゴーゴーイーグルス、7番ディープオーキッドか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番グローリアスキング。その後には8番ゴーゴーイーグルスと7番ディープオーキッドが続きます。8番ゴーゴーイーグルスが後ろから追ってくる、追い抜くか。8番ゴーゴーイーグルスがゴールイン。続くは7。門別第5レース、枠入り完了しました。スタートを切りました。まずは7番ファイネストタイムが先頭に立ちます。後を追うのは3番エミネンスローズ、8番ワナザーファミリアか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番ワナザーファミリア。その後には3番エミネンスローズと4番ファザーズワイズが続きます。8番ワナザーファミリアそのまま独走か、逃げ切れるか。8番ワナザーファミリアが1着見事。続くは4番、6番。門別第6レース、各馬、揃って。スタートが切られました。先頭を走るは8番マヤサンドリーム。8番マヤサンドリームの背後には4番ミスフォルテ、7番ワンダーウーマンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番ワンダーウーマン。その後には8番マヤサンドリームと4番ミスフォルテが続きます。7番ワンダーウーマンそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。7番ワンダーウーマンが1着見事。続くは4番、2番。門別第7レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。5番ファストワンが早速先頭を取る。並ぶように3番エク、1番フルメタルレディか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番エク、その後には5番ファストワンと1番フルメタルレディが続きます。3番エクそのまま逃げ切れるか、独走か。3番エクがゴールイン。続くは5番、6番、4番か。門別第8レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。先頭を走るは9番スマイルケイ。後を追うのは3番キュリエー、1番イナズマホリデーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番スマイルケイ。その後には3番キュリエールと1番イナズマホリデーが続きます。6番リックトラジローオーが追い上げてくる、先頭か。6番リックトラジローオーがゴールイン。続くは9番、1番、8番か。門別第9レース、各馬、揃って。スタートを切りました。1番カリビアンスマイルが早速先頭を取る。その後ろには6番ヒデノスケ、3番ゴールデンアイルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番ヒデノスケ、その後には3番ゴールデンアイルと1番カリビアンスマイルが続きます。2番セイウンガオリーが追い上げてくる、先頭か。2番セイウンガオリーがゴールイン。続くは3番、1番、6番か。門別第10レース、枠入り完了しました。スタートを切りました。5番クロゴーが早速先頭を取る。後を追うのは6番ルートシャイン、8番ローズクロームか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番クロゴー。その後には6番ルートシャインと9番アクティブテーラーが続きます。4番キョウエイボンバーが後ろから追ってくる、先頭か。4番キョウエイボンバーがゴールイン。続くは5番、6番、2番か。門別第11レース、ゲート入り完了。さあ、スタートしました。8番クリーロが早速先頭を取る。8番クリーロの背後には5番グレイトショーマン、10番ディース・フランクか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番クリーロ、その後には5番グレイトショーマンと6番ツーカイアペックスが続きます。6番ツーカイアペックスが後ろから追ってくる、先頭か。6番ツーカイアペックスがゴールイン。続くは2番、4番、8番。門別第12レース、各馬、揃って。スタートが切られました。まずは5番ライトベールが先頭に立ちます。並ぶように4番リコーシャーマン、7番トラジローか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番ライトベール。その後には7番トラジローと3番ストリームが続きます。
3番ストリームが先頭に立つか、追い抜くか。3番ストリームが1着見事。続くは7番、9番、5番か。大井第一レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。まずは12番サフィールシエルが先頭に立ちます。並ぶように13番サイレントニャ、1番ミランカか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは12番サフィールシエル。その後には1番ミランカと6番レジーナティアラが続きます。1番ミランカが後ろから追ってくる、追い抜くか。1番ミランカが1着見事。続くは6番、9番、10番か。大井第2レース。さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。先頭を走るは4番ビーストロング。2番手は10番ランプシーアステル、5番ショットブラストか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番ビーストロング。その後には10番ランプシーアステルと1番レジェンドウェイが続きます。4番ビーストロングそのまま逃げ切れるか。独走か。4番ビーストロングがゴールイン。続くは1番、3番、8番か。大井第3レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。2番エイシンモシリが前に行きます。2番エイシンモシリの背後には6番ディフイラリ、8番カツテか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番エイシンモシリ。その後には8番カツテと6番ディフイラリーが続きます。8番カツテが先頭に立つか、先頭か。8番カツテが1着見事。続くは2番、1番、7番か。大井第4レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。まずは1番藤巻シマスが先頭に立ちます。並ぶように4番グランスミス、7番クロビーンズか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番藤巻シマス。その後には4番グランスミスと7番クロビーンズが続きます。1番藤巻シマスそのまま逃げ切れるか、独走か。1番藤巻シマスがゴールイン。続くは7番、4番、3番か。大井第5レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。先頭を走るは7番サンタマルティナ。7番サンタマルティナの背後には3番オミソーレ、6番マルチキータか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番サンタマルティナ。その後には3番オミソーレと4番ユーユースキーが続きます。5番ナイトウォーリアが追い上げてくる、先頭か。5番ナイトウォーリアがゴールイン。続くは1番、2番、7番か。大井第6レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。8番マクナーテンが前に行きます。後を追うのは5番ノースボグキャット、4番ジャストハンマーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番マクナーテン。その後には5番ノースボグキャットと1番フリーダムが続きます。6番レモンフラッシュが追い上げてくる、追い抜くか。6番レモンフラッシュが1着見事。続くは8番、3番、5番か。大井第7レース、各馬、揃って。スタートが切られました。まずは2番ラストバリオンが先頭に立ちます。後を追うのは1番ポーチュラか、4番パーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番ラストバリオン。その後には4番パーと1番ポーチュラかが続きます。6番ゴールデン吉野が追い上げてくる、追い抜くか。6番ゴールデン吉野がゴールイン。続くは2番、1番、4番か。大井第8レース、枠入り完了しました。さあ、スタートしました。10番北斗ブルースが前に行きます。2番手は14番手オードリアン、9番ビッグアメリカンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番北斗ブルース。その後には9番ビッグアメリカンと14番手オードリアンが続きます。7番チュイションが追い上げてくる、先頭か。7番チュイションが1着見事。続くは10番、9番、5番か。大井第9レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。先頭を走るは2番ローエル。2番ローエルの背後には3番スターシューター、6番藤子ちゃんか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番ローエル。その後には3番スターシューターと6番藤子ちゃんが続きます。3番スターシューターが先頭に立つか、追い抜くか。3番スターシューターが1着見事。続くは5番、6番、2番か。大井第10レース、各馬、揃って。さあ、スタートしました。先頭を走るは4番グレッチャー。
後を追うのは9番グランモール、2番マルカンラニカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番グレッチャー、その後には9番グランモールと2番マルカンラニが続きます。2番マルカンラニが後ろから追ってくる、追い抜くか。2番マルカンラニがゴールイン、続くは4番、7番、10番か。大井第11レース、枠入り完了しました。さあ、スタートしました。11番チャンピオン藤が早速先頭を取る。後を追うのは8番ヤクモ、2番クラウンシューターか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番チャンピオン藤、その後には5番グロリアスセクターと2番クラウンシューターが続きます。11番チャンピオン藤そのまま独走か。11番チャンピオン藤がゴールイン。続くは4番、5番、9番。大井第12レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。まずは11番マリアパミーナが好スタートを切った。その後ろには16番スプラッシュ、4番バレンシアスノーカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番マリアパミーナ、その後には16番スプラッシュと7番スピードスターが続きます。11番マリアパミーナそのまま逃げ切れるか、独走か。11番マリアパミーナがゴールイン。続くは2番、1番。名古屋第1レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。1番チアリングが前に行きます。並ぶように7番マロンドレ、12番シャイナライカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番チアリング、その後には12番シャイナライと7番マロンドレが続きます。9番メイショーラピッドが先頭に立つか、追い抜くか。9番メイショーラピッドが1着見事。続くは6番、1番、8番か。名古屋第2レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。まずは7番北野ニードルが先頭に立ちます。その後ろには9番 BB デシジョン、1番メイデンズプレアーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番北野ニードル。その後には9番 BB デシジョンと1番メイデンズプレアーが続きます。11番名将大島が後ろから追ってくる、先頭か。11番名将大島がゴールイン。続くは3番、1番、8番。名古屋第3レース。さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。まずは7番ゼファーバローズが好スタートを切った。7番ゼファーバローズの背後には4番ベルマリロン、8番トリプルアイカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番ゼファーバローズ。その後には10番デスティノと4番ベルマリオンが続きます。4番ベルマリオンが後ろから追ってくる、追い抜くか。4番ベルマリオンが1着見事。続くは1番、8番、9番。名古屋第4レース、各馬、揃って。スタートを切りました。5番スッピンが早速先頭を取る。2番手は12番エルシア、7番ウエスタンラピダか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番スッピン、その後には4番ウルスラと12番エルシアが続きます。3番トリブートが先頭に立つか、先頭か。3番トリブートが1着見事。続くは7番、2番、12番か。名古屋第5レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。まずは2番泉アマゾネスが好スタートを切った。並ぶように4番ファンタジスタ、5番当選エリザベスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番ファンタジスタ、その後には2番泉アマゾネスと5番当選エリザベスが続きます。11番カリブルネスが追い上げてくる、先頭か。11番カリブルネスがゴールイン。続くは6番、5番、1番か。名古屋第6レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。先頭を走るは3番ハイグッドミネルバ。後を追うのは2番ユーメイトマイデイ、11番ジンジャーパンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番ハイグッドミネルバ。その後には9番ウォーカーカップと1番フェアリッピコが続きます。1番フェアリッピコが先頭に立つか、先頭か。1番フェアリッピコが1着見事。続くは5番、11番、7番だ。名古屋第7レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。先頭を走るは10番キリングパート。2番手は12番ミユキアテスエ、7番山陽オケハザマか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番キリングパート。その後には12番ミユキアテスエと5番ダイヤの復活が続きます。6番ケラムールが先頭に立つか、追い抜くか。6番ケラムールが1着見事。
続くは9番、11番、3番。名古屋第8レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。6番マンダレーが前に行きます。後を追うのは10番ジェットラン、9番ドムスワウレアカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番マンダレー。その後には9番ドムスワウレアと5番サブリナワルツが続きます。7番コーストガードが後ろから追ってくる、先頭か。7番コーストガードが1着見事。続くは4番、9番、5番か。名古屋第9レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。まずは11番サントロペが先頭に立ちます。その後ろには5番オッチョラゴ、12番ワキトラを向か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番オッチョラゴ、その後には12番ワキトラオムと11番サントロペが続きます。5番オッチョラゴそのまま独走か、逃げ切れるか。5番オッチョラゴが1着見事。続くは7番、1番、9番か。名古屋第10レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。まずは11番イストロスが好スタートを切った。その後ろには3番シゲルツキミザケ、12番ローザキアーロカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番イストロス。その後には3番シゲルツキミザケと5番ジェイエルブリッジが続きます。1番インフォーマントが追い上げてくる、追い抜くか。1番インフォーマントがゴールイン。続くは12番、4番。名古屋第11レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。12番 G-MAX が早速先頭を取る。2番手は5番シーニッククルーズ、2番イントーザファイアか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番イントーザファイア、その後には12番 G-MAX と5番シーニッククルーズが続きます。12番 G-MAX が追い上げてくる、追い抜くか。12番 G-MAX がゴールイン。続くは4番、6番、7番か。名古屋第12レース、各馬、揃って。スタートを切りました。まずは5番タイクーンバゴが先頭に立ちます。その後ろには10番スマートアリオン、6番コスモコルトレーンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番タイクーンバゴ、その後には6番コスモコルトレーンと10番スマートアリオンが続きます。3番インジェニアスが先頭に立つか、追い抜くか。3番インジェニアスが1着見事。続くは9番、2番、1番か。園田第1レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。まずは2番ラブコが先頭に立ちます。2番ラブコの背後には11番マストファクト、1番テーゴパーソナルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番ラブコ、その後には6番名称テオスと1番テーゴパーソナルが続きます。2番ラブコそのまま逃げ切れるか、独走か。2番ラブコがゴールイン。続くは6番、9番、1番か。園田第2レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。1番誠やマンバギリが早速先頭を取る。2番手は11番キャンメル、2番サンライズアトムか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番誠やマンバギリ、その後には7番キモンズラブと11番キャンベルが続きます。6番エイシンフォーランが後ろから追ってくる、追い抜くか。6番エイシンフォーランがゴールイン。続くは10番、11番、5番か。園田第3レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。まずは6番爽やか沢ちゃんが先頭に立ちます。6番爽やか沢ちゃんの背後には8番ラガープリンセス、4番キャンワイシングか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番爽やか沢ちゃん、その後には8番ラガープリンセスと5番タッチーフェイスが続きます。6番爽やか沢ちゃんそのまま独走か、逃げ切れるか。6番爽やか沢ちゃんが1着見事。園田第4レース、枠入り完了しました。さあ、スタートしました。まずは7番ララベルダムが先頭に立ちます。並ぶように1番ウィン・ルシファ、8番インノータイムか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番ララベルダム。その後には1番ウィン・ルシファーと8番インノータイムが続きます。11番ワンダーブレスが後ろから追ってくる、追い抜くか。11番ワンダーブレスが1着見事。続くは7番、10番、8番か。園田第5レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。まずは9番セクシーキャットが好スタートを切った。2番手は4番ビーチボーイ、5番ダックワーツか。
レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番セクシーキャット。その後には4番ビーチボーイと3番TK ソナサポが続きます。9番セクシーキャットそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。9番セクシーキャットがゴールイン。続くは4番、3番、6番か。園田第6レース。さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。先頭を走るは5番巡洋。5番巡洋の背後には8番ワグナーコアム、3番メイプルケンジか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番メイプルケンジ。その後には7番のエマと6番プレシャスストーンが続きます。7番のエマそのまま独走か。7番のエマがゴールイン。続くは2番、4番、6番か。園田第7レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。7番エイシンキマイラが早速先頭を取る。後を追うのは9番リグナ、3番プチフレッシュか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番リグナ、その後には6番リーデレと4番チェリーネアルコが続きます。2番エルマニットが追い上げてくる、追い抜くか。2番エルマニットが1着見事。続くは6番、12番、1番か。園田第8レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。2番モデルちゃんが前に行きます。後を追うのは3番フレイムフォース、7番タンバッフェか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番フレイムフォース。その後には7番タンバッフェと4番天空ワールドが続きます。10番除血が後ろから追ってくる、先頭か。10番除血が1着見事。続くは12番、4番、6番か。園田第9レース、各馬、揃って。さあ、スタートしました。まずは10番ザングイルが先頭に立ちます。並ぶように11番レオフユーチャ、1番ヨドノルミナスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番ザングイル。その後には1番ヨドノルミナスと2番サンライズプライドが続きます。2番サンライズプライドが後ろから追ってくる、先頭か。2番サンライズプライドがゴールイン。続くは10番、7番、1番か。園田第10レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。まずは6番ルルネージュが先頭に立ちます。並ぶように7番カムバルアタ、3番エイシンチョンパカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番ルルネージュ。その後には3番エイシンチョンパと1番グランレイハートが続きます。8番シエルブルーが追い上げてくる、先頭か。8番シエルブルーがゴールイン。続くは5番、9番、1番か。園田第11レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。まずは1番オーケンが先頭に立ちます。2番手は5番福のユリリズ、2番クリノカイザーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番福のユリリズ、その後には1番オーケンと2番クリノカイザーが続きます。5番福のユリリズそのまま独走か、逃げ切れるか。5番福のユリリズがゴールイン。続くは2番、1番、3番か。園田第12レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。まずは4番ときめきナイトが先頭に立ちます。後を追うのは5番テオーステラ、11番大神刀か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番ときめきナイト、その後には11番大神刀と8番ブチエイが続きます。10番名称カジキが追い上げてくる、先頭か。10番名称カジキが1着見事。続くは8番、11番、10番、10番、10番。